はい、どうも、失礼します。赤い餅でございます。というわけで、弾丸のパーツ続きやっていきましょう。前回の、第1章終わったところからですね、やっていきましょう。どうした、なげくん。何も話す気が起きないか。っていうか、ここ、あれかな？前園さんの部屋なのかな？というわけではなく、消えた。消えてしまった。まるで最初からそこには何も存在しなかったかのように、前園さんの痕跡はきれいさっぱり消えてしまっていた。あいつの言った通りか。学級裁判の終了後、地上に戻ろうとする僕らにモノクマはこう言った。そうそう、あ、そうそう、学級裁判も終わったことだし、邪魔な死体はきれいに掃除しといたから。しょうがないな。いいな、いいな、あれはいいな。僕はお前らの喜ぶ顔が見たいだけだから。それに腐っちゃったりしたら目も当てられないし、健全な生活にも支障をきたすでしょ。にょほほ。僕には死んだ前園さんたちの死を弔ってやることも許されない。ということか。まるで冗談のような、まるで悪夢のような、この状況を確認し、僕はみんなが待つ食堂へと戻った。ああ、みんないるん。遅くなってごめん。あのさ。なぎ、大丈夫？行きたまえ。部屋を確認するだけと言っていた割に遅いから、今から迎えに行こうと思っていたんだぞ。ごめん。うん、それで、どうだ、部屋はちゃんと掃除されていたか。死体なんかが放置されている部屋では寝られなくて困ってしまうからな。お前ちょっとデリカシー。おいおい言ってやれよ、和田くん。おめえ空気読めなすすぎだろ。僕の部屋、何もなかったみたいに綺麗になってた。本当にそこで何もなかったみたいに。そうか。殺人が起きた部屋で寝泊まりは辛いだろう。そのまま埋蔵の部屋を使ってはどうだ。でも埋蔵さんの匂いが残る部屋で寝泊まりする方が辛いっていうか。それに前園さんの死から目を背けちゃいけない気がするんだ。うん。前木。ねえ。ねえ、元気出してよ。処刑返したって仕方ないんだしさ。とにかくみんなで協力すればここから出られるはずだって。うんうん、だからさ、みんなで協力して明るく行こうよ。ね。気休めにはならないことを言うな。お、なんだ今だって何度も協力と言いつつ殺人が起きた。次からもっと簡単に裏切るものが出るはずだ。今や殺人は現地パターンにしてた出来事ではなく、ごく身近なものだと誰もが知ったんだからな。前園さやかが唇を切ったせいでね。それは。だけど、これ以上犠牲を増やさないためにはみんなで協力して黒幕と戦わないと。だから言ってるだろう、気休めにもならないことを言うなと。協力するとか戦うとか、これはそんな次元の話じゃないんだ。と言いますと。よろしいですか。黒幕は当初私たちが考えていたのよりもずっと強大な力を持ち合わせているようです。警備が厚いはずの希望が峰学園を乗っ取り、さらにあそこに様々な改良を加え、以上は高度な技術力を有するらしいモノクマを開発し、私たちの膨大な生活必需品まで揃えて、極めつけはあの処刑。全て手が込みすぎています。ただの異常者の仕業とはとても思いません。逆らうには危険すぎる相手と言えるでしょう。ならば。なれば、我らはどうするべきだ。ここでのルールに従うまでだ。どうしてもここから出たいのなら、他の奴らを騙して勝つ。それしかないだろう。やっと。嫌ですね。なんだと、うん、誰かを殺してまで生きてくない。人を殺すのは。な、一回殺したことあるよない。人を殺すのはもう嫌だよ。もうってどういう意味だべ。だって。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。なるほどな。だって桑田くんはみんなが投票したせいで死んじゃったんだよ。みんなで殺したのと同じだよ。ゲーだよ。でもよ。あの時桑田に投票してなかったら逆に私らが処刑されてたんだよ。ふさきちゃんはそれでよかったの？そうですぞ。そうですよ。それ以上自分を動くのはマゾヒストもすることですぞ。言い方。ねえ、藤崎さん。悪いのは藤崎さんじゃないよ。桑田くんでももちろん前園さんでもない。全部黒幕のせいだよ。僕たちに投票を強制したのも黒幕なんだし、逆らってたらどうなったかわからないんだ。それに処刑なんて言ってたけど、結局桑田くんを殺したのは黒幕じゃないか。だから僕らが憎むべきは自分たちじゃなくて、黒幕のやつなんだ。あら、ああ、夜か。もういつもの午後10時になりました。ただいまよりモノクマ劇場もあんのかな。になります。はいはい。まもなく食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。はいはい。あとですね。おお、なんかあんの追加。先ほどのお前らの発言
には自分を正当化しようとする浅ましさが見え隠れしていました。はいはい、見え見え隠れ見え見えくらいの割合つまりほとんど丸見えな見え隠れでした。見え見え見えでしたね。いいですか、よく覚えておいてください、ね、はい、なんでしょう。人が人を裁く責任は重いんだ、ちゃんと自覚しろよな。うわ、秩序は犠牲と責任の上にのみ成り立つんだよ。ではでは、言葉がおめえなあ、モノクマ。おやすみなさい。どこかうってなるよな。深川さんが発狂しとる。なんないのよ今の。全部俺らの責任ってか。そいつはまた随分残ったな。そう、言いてえことだけ言いやがって。まあみんな寝よ。一回疲れたから。こうして激励の一日は終わりを告げた。前園さん、江ノ島さん、桑田くん、三人もの犠牲者を出した激動の一日。だけどこれはまだ始まったばかり。僕らの絶望はまだ始まったばかりだったんだ。チャプター2。週刊少年絶望マガジン。週刊少年絶望マガジン。そしてちょっと待って、戸上と葉隠が出とったな。あの二人危ないんか。翌朝、朝のモノクマアナウンスとともに僕らは体育館へと呼び出された。今度は何させよってんだよ。そんな風に戦々恐々とする僕らを巻き込む形で、極めて唐突にそれを始まった。はい。体操。腕を上下に伸ばして。石丸。石丸。一、二、三、四。石丸。三、四、一丸。さらに強く上下に曲げ伸ばしましょう。全身を緊張させ、素早さと力強さを身につけるのだ。あ、ていうかモノクマ劇場なかったな。ちょっと楽しみにしてたのに。石丸めっちゃ運動しとったよ。はあ、やっぱ運動って気持ちいいよね。インダーばっかだとさ、体もなまっちゃうからね。自分で閉じ込めたくせに。細かいことは気にしない。それがマイ生き方。あ、今の僕かっこよかったんじゃない。惚れる惚れる死ぬもだえ惚れ死ぬ。それでそれで要件はなんだ。ラジオ体操だけのために呼んだのではあるまい。ラジオ体操だけだけって言ったか。ラジオ体操を笑う者はラジオ体操に泣くんだぞ。それにこのモノクマラジオ体操には猿音速拳の極意がみっちり凝縮されているのだ。闇の帝国に代々伝わる秘伝の暗殺剣がな。はい、なんだか中学生が考えたような恥ずかしい設定のラジオ体操ですな。いいからそろそろ答えろよ。本当にラジオ体操のためだけに呼んだのか。あのね、あら、やだ、僕はそんなに暇じゃないよ。じゃあ発表します。この希望が見えない学園は学級裁判を乗り越えるために新しい世界が広がるようになっております。と2階が解放されるか。新しい世界。お前らも一生ここで暮らしていくのに何も刺激がないと困るでしょ。それに適度にやる気を与えないとお前らみたいな白け世代はすぐにブータれるし。いいね。てなわけで探索はどうぞご自由に。学級裁判後の世界を思う存分堪能してください。やっぱ2階が空いてそうだな。そんな一方的な説明だけ残しボノクは僕らの前から姿を消した。それにしても新しい世界ってひょっとして外への出口とか。それはその可能性は低いでしょうね。何も調べてみねえと分かんねえだろ。おい、どちらにせよもう一度学園内を探索する必要がありそうだ。いいかね。ではひとまず手分けして調査だ。そしてその後で食堂に戻り互いの調査結果を報告しようではないか。バカの一つ覚えだな。いい、定番と言ってくれたまえ。早速始めるぞ。その言葉を合図にみんなは体育館から散っていった。あ、本当だ、誰もいない。もうみんな行動が早いんだから。ペアくんもぜペア。前園さん失う。おお、葉隠れいいのか。行かなくて。どういうことだべ。おお、なぎち、そこのショーウィンドの中見たか。まずい、これはまずいべ。何か特に変なものはなかったと思うけど、うん、素人さんから見ればな、これは恐ろしい罠だべ。リアルな話。そこに並んでるものにはな、外なる神からメッセージが込められてるんだべ。褒められるんだべか。何それ。ああ、俺にはわかる。これは破滅の予兆なんだべ。出してくれ、俺をここから出してくれ。葉隠れどうした。なんだかよくわからないけど、そっとしておいた方がいいかな。どうした葉隠れ。
さてと階段がやっぱり石丸石丸なあ、早木くん見たまえ。階段のシャッターが効いている。どうやら学校の2階への道が開いたようだぞ。いいかね。しかしそういう時こそ基地の場所を調べることが重要だ。そうだろう。どこね、素晴らしい発想だろう。自分でも惚れ惚れする。分かったか。では学校側頼んだぞ。学校側、あ、いけそうですね。基地の場所も変わってそうだが、ああ、石丸側行ってたし、階段を閉ざしていたシャッターがなくなっている。これがモナコマの言ってた新しい世界の意味だとしたら、この上に何が。ここが学校エリアの2階。もしかしたらここに何か手がかりがあるかもしれない。いや、きっとあるはずだ。さてと、マップでも見てみるか。ちょっと待って、水族館って書いてある。ああ、水蓮場だった。水族館かと思ってじゃん。マップの出し方が思い出せない。マップ、あ、X か。あ、更衣室。おうおうおうおお、図書館っぽいのもあったね。ちょっと待って、水蓮場気になるじゃん。わあ、あ、マギー、聞いて聞いて。奥にね、プールがあるの。プールがあるんだよ。プール。そんなに連呼しなくても分かったから。しかも更衣室にはトレーニング機器が勢ぞろい。さくらちゃんが知ったらすげえ喜びよ。絶対そうだね。朝比奈さん、だいぶテンション上がってるな。さて、セルスさん、2階が開放され、生活空間も広がって、プールのような運動施設も使用可能となり、これで学園生活がより快適になりましたわね。学園生活がこのように発展していくのならば、たまの学級裁判も悪くないかもしれません。何言ってんだよ。なんかうさきさんはプールに行ってみた。うん、水着は着たくないから。まあ確かに水着姿になるようなキャラでもなさそうだけど、でもさ、ここの更衣室にはトレーニング機器が揃ってるらしいんだよね。それは使ってみたいかも。ちょっと体鍛えたいし。体を鍛える？藤崎さんが。なんだか意外だね。だけど更衣室に入るのはちょっと勇気がなくて。更衣室に入りたくないってこと？入りたくないっていうか、そのなんだかよくわからないけど、更衣室が苦手なのか。更衣室が苦手ってのも意味不明だけど、まさか男の子なのか。まあとりあえず行ってみましょう。この向こうは更衣室になってるのか。こちらは女性用の更衣室のようです。いいですわね。この方ご遠慮くださいね。ああ、すいません。先に女子更衣室のドアをノックしてしまった。この向こうは更衣室になってるのか。はいはいはい、うん、あ、更衣室に入るには電子生徒手帳が必要みたいだよ。そうなの。もちろん。おう、そうなのです。急に現れたな。更衣室のロックを解除するには、ドアの横にあるカードリーダーに自分の電子生徒手帳を重ねてください。私、更衣室のセキュリティには万全を期すため、男子の生徒手帳で入れるのは男子更衣室のみ、女子の電子生徒手帳で入れるのは女子更衣室のみとなっております。でもさ、誰かがドアを開けてる隙に別の誰かがこっそり入ってる人だろ。そんな卑猥なことをする輩は不純異性交友として容赦も情けもなく罰します。おお、びっくり。そんな、天井にガタリングがぶら下がってるでしょ。あれでドーンってさ、あんなんだで撃たれたら怪我しちゃうじゃん。怪我どころじゃない。死んじゃうと思う。ですが、電子設置場を貸し借りした場合はどうなるのです。男子が女子から借りれば女子更衣室に入れてしまいますわよ。あ、考えてなかった。そんな卑怯で卑劣で鬼畜な方法があったとは。うん、じゃあこういうのはどうかな。高速に電子生徒手帳の他人への、貸与禁止って項目を追加するの。そうすれば電子生徒手帳を他人に渡せないでしょ。さえ渡る面 100% の頭脳、僕って天才かも。そもそも他人に電子生徒手帳を貸したりする人がいるとは思いませんけどね。悪用されたらたまったもんじゃありませんし。っていうかさ、高質のセキュリティにはやけにこだわるんだね。だってさ、高校生って欲望の塊じゃん。ペットボトルにも欲情するお年頃じゃん。だからいろんな間違いが行わないように見張りは厳重にしておかなければならないのです。でしたら寄宿舎の方も取り締まってほしいですわ。あちらこそ何が起きても不思議じゃありませんわよ。男女が一つ屋根の下で寝泊まりするなんて。僕は神聖な学校のイメージを守りたいだけだから。だから寄宿舎で何が起きようとか興味ないんで、力ずくでもアブノーマルでも好きにすれば。最低。じゃあ高速のゲームはそういうことで決定ね。まったねー。あー、せっかく上がった気分が台無しだよ。気分転換に人を泳ぎしてこようかな。
テルスちゃんと藤崎さんも一緒にどう？私、お顔が水に濡れるのは苦手ですの。その白いのが落ちちゃうからか？遠慮しておくよ。なんだよ、悩んでる時は泳ぐのが一番なのに。それは朝比奈さんだけじゃ。入ってみようか。よいしょ。おお気になるポスターだ。一応ここも学校内なのにこういうの貼っちゃっていいのかな。他に調べるのはモニターぐらいか。ほう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 、はい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 、よいしょ。これがプールに繋がってんのかな。おお広ー。下に文字あるし、文字っていうか交渉、すげえな。ああ何か拡大できんの、そういう感じ。あでも今拡大しても意味ない感が。はい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 。でこっちも拡大できる感じだな。まあでも今は室内プールにいてもしょうがなさそうだ。はい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 、出ましょう出ましょう。あ結構調べる場所あんのね。ビート版簡単には水泳用のいろんな用具が並んでる。おおコイン、いやーコインも溜まったからね、どっかでお買い物したいとこ。浮き輪がある、なんとなくだけど救命用に見えるな。わあコインうめえ、新しい場所のコインうめえ。あとはないかな。よし一回外出よう。さて水練場があった。相変わらず女子トイレは入れないよね。女子トイレだ。こんなとこに入ったら最後みんなから軽蔑されて終わりだ。だってここもコインがあるかな。おっと反応あり、反応ありだけど今触れられないか。なんか触れられなそうだね。んじゃあしゃあないので、よいしょ。あとは教室か。おお 2A になってる。2階だからか。わあさくらさん、赤ちゃんが寝ています。お静かに。このクマさくらさん、なるほど、新しい世界とはこの回のことなんだろうな。詳しく調べてみる必要がありそうだ。はいはい大場さん、よいしょ。あとはこっちは、ああ3階なのか。3階には行けず、あとここ広っ。はあ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 、図書館と、あ教室がもう一個奥にあるのか。はいはい、こっちの教室にも誰かいるかな。リアルだけが全てじゃないすごいな、クマになってるちゃんと。あっていうかさっきの部屋も調べる場所あったな、これきっと。コイン、コイン。ああ、でもコインなさそうだな、教室には。さて、じゃあ、戻りますか。図書室が開いてたんだよな、確か。これだ。あと、図書室の隣に変な部屋っぽいのがあったけど。うわあ、いっぱいいる、人がいっぱいいる。あと、何これ。埃の積もった棚の上にポツンと手紙が置いてある。この手紙って希望が峰学園事務局、ええ、随分と埃をかぶっているわね。長いことここに放置されていたようだわ。中を確認してみましょうか。でも勝手にはまずいんじゃ。そうかしら、読まずに放っておく方がまずいわよ。わかったよ。埃をかぶった手紙の封を開けると中には1枚の便箋が入っていた。そこに並んだ文字を読み進めていくと、希望ヶ峰学園事務局からのお知らせ。希望ヶ峰学園は長年にわたり世界に通じる人材の育成に専念してきました。長い歴史を刻む中で本校は政府特別認可の伝統ある教育機関として数多くの卒業生を社会に送り出し、今や各界で多数の卒業生が活躍しております。ですがこの度我が希望ヶ峰学園はその栄光の歴史に一旦幕を下ろすこととなりました。苦渋の決断ではありましたが深刻な問題の発生によりこれを余儀なくされました。しかし希望ヶ峰学園はこれで終わりではありません。近い将来先に述べた問題が改善され次第すぐにでも活動を再開させる所存です。最後となりましたが、
長年にわたりご支援ご助力を受け賜りました関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。なお久保上峰学園の廃止は政府当該機関の認可を持って行われることを申し上げます。なんだこれなるほど、興味深い内容だ。どうやら希望が峰学園はすでに学校としての役割を置いていたようね。しかもその手紙に積もっていた埃の量からしてつい最近ってわけでもなさそう。下手すれば1年以上も前。じゃあ希望が峰学園はそんな前に閉鎖されていた可能性があるってこと黒幕は無人と化した希望が峰学園を乗っ取りこの妙な学園生活の舞台を作り上げたんだろう。だけどさ、つい数日前に僕がここにやってきた時は閉鎖されてるなんて、そんな雰囲気はどこにもなかったけど。それにさ、希望が峰学園が閉鎖されてるならその話だってもっと広がってるはずじゃない。しかも閉鎖されたのはつい最近じゃなく下手すれば1年以上前なんでしょ。でもネットとか見ててもそんな話なんてどこにもなかったのに。つまりそれが黒幕の手ということだ。そうやって俺たちをおびき寄せたんだろう。学園内に処刑場や裁判場を作るようなやつなんだ。何をやったとしても不思議じゃないまあこの手紙が本物であると仮定すればの話だかな。だけどその手紙が本物だとするとこの学園に関する謎が一つ解けたことになるわよ。学園内に私たち以外の生徒がいない理由はこの学園がすでに閉鎖されてる。ああなるほどね単純かつ明確な答えだ。それとさ、これも気にならない？苦渋の決断ではありましたが、深刻な問題の発生によりこれを余儀なくされました。しかし希望が峰学園はこれで終わりではありません。近い将来先に述べた問題が改善され次第すぐに向かえ。ああ何、深刻な問題って？希望が峰学園が閉鎖に追い込まれた理由みたいだけど、それって僕らの身に降りかかっているこの状況と何か関係あるのかな。もし関係あるとしたらこれは相当重要な低学園になるはずよ。黒幕の目的を探る上でとね。とは言っても現時点ではまだ何とも言えないけど知るのは黒幕のみということか。黒幕の目的、僕らをここに閉じ込めこんなことをさせている目的、それを解き明かせば僕らはここから出られるんだろうか。それともあとは、はい、うわー調べる場所いっぱい。いよ、棚にはびっしりと本が詰め込まれてるけど、それ以前にこの棚、埃がものすごいな。この図書室は長いことほったらかしになってみたみたいだ。超一流の学園なのにずさんな管理、なんだか変だな。うわあコインおいしい、うえコインが、はい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 、同じかな、よいしょ、はい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 、ここも同じセリフかな、はいはいはい、あーこっちもコインあるか、オッケーオッケーオッケー。で戸上の股下が机の上にはみっちりと埃が積もっている。この図書室は長いことほったらかしになってたみたいだ。超一流の学園なのに、あはははは、よいしょ。さてと他にはいろいろあるね。あの PC も気になるし、 PC 触ってこれってノートパソコンだよな。結構古い方のノートパソコンみたいだ。しかもかなり埃をかぶってるし、それは壊れてるわよ。電源入れても起動しないような。そっか壊れてるんだ。これが使えればネットにつないでいろいろ情報を集められると思ったんだけど、壊れてるんじゃ仕方がないか。とにかくこれ2階に何があるか一人で分かったな。それにしてもやっぱり2階にも出口らしきものはないみたいだ。他のみんなの調査結果に期待するしかないか。よし、そろそろ食堂に戻ってくるか。うわ図書室の隣の部屋気になるのに。諸君、調査お疲れ様だったな。どうだった、新しい発見はあったか。図書室がありましたぞ。プールがあったよ、プール。トレーニング機器が充実した更衣室も。だが結局出入り口らしきものはなかったな。そうだね、なるほど。しょげ返ることはない。僕の大発見を聞きため、どうした石丸。なんとこの寄宿舎の1階にある倉庫と大浴場に入れるようになっていたのだ。しかも倉庫には食料や医療などの生活必需品が大量に保管されてあった。頭悪いほどに大量いいな、頭悪いほど大量にってこれで一年をご覧を満たせるというわけだな。よろしいですか。ですが夜時間までやる禁止です、それを忘れなく。で肝心の出口はどうだったんだ。それはとだな、その倉庫には脱出に使えそうなものはなかったのか。いや残念ながら。だがおめえらよ、新しい場所に行けるようになったがはしゃいだる場合じゃねえだろう。俺ら閉じ込められてんだぞ、出口を探せっつんだよ出口を。まあまあそう目くじが立てても仕方ありませんわ。適応ですわよ適応、楽しく閉じ込められましょう。アホが言ってろ、
とりあえず今後も調査を続け、何か新しい発見があれば随時報告するということで。じゃあ今日はもう解散。そうだな。石丸がしょげてる。なんだか一気に重い空気になったな。期待させといて裏切る。これが黒幕のやり方なのか。おお、どうしたトコミ。夜時間でございます。校内放送です。はいはいはい、ここら辺ももう定型文だから飛ばしちゃいますか。さあ夜時間か。出歩きは禁止の約束だし仕方がない。今日は寝るか。おお、久々のモナグマ劇場。おっと、ノリとハサミ先生、モノグマ先生、聞いてくれる？僕は自分が好きじゃないんだ。胸を張って自慢できるような特技も趣味もないんだ。成績も中くらいなんだ。運動神経もそんなに良くなく悪くもないんだ。受験勉強すればどこかの大学に引っかかって、そこで新しい友達や恋人だってできるかもしれない。だからこそ自分が好きじゃないんだ。僕は気づいてしまったんだよ。僕の人生って結局はコピー&ペーストなんだろ。想像力の欠如した単なる複製でしかないんだろ。先生、そうなんだろ。ちょっと痛いな。痛いな。うわぁ、朝時間か。健康的な生活だけは毎日遅れてる。お前ら、はいはい、おはようございます。張り切っていきましょう。ああ、なんでしょう。ちなみに電子生徒手帳を、ああ、高速追加された。はいはい、高速が追加されました。ああ、はい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 、はい、確認しておいてね。誰かに貸したりするの禁止ってやつだな。学園生活を今まで以上に楽しんでね。はい、はいはいはい。高速の追加、昨日モノクマが言ってた電子生徒手帳の他人への対応禁止ってやつか。で、そんなことよりさっさと朝食に向かわないとな。朝食、はい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 。もうみんな外にいんのかな。あ、え、ちょっと待って、前園さんの部屋どうなってんのこれ。うわー、前園さん、いや感情に浸るのはやめよう。みんな集まってるだろうし食堂へ行かないと。なんだ、前園さんの部屋入ろうとしたのに。さて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 、みんなごめんごめん、遅れた。はいはいはい。おー、ちょっと待って、大丈夫？石丸がいなかった気がするんだけど。あ、ないぎよ。はあ、おはよう。みんな、もうみんな揃ってるの？ちょっと、やめてよ。やめてよ。いや、トコミッチと石丸っちがまだだべ。トコミくんはともかく、石丸くんがまだ来てないなんて珍しいね。石丸くんでしたら、近くまでトコミくんを呼びに部屋まで。ああ、よかった。すぐに戻ってくるはずだ。我らはここで待っているとしよう。持つのは構いませんが、一つ問題があるのです。問題、喉が渇きました。どこが問題だっつ。山田くん、紅茶を入れてくださる。山田。はい、ミルクティーお願いしますわね。なぜ僕が。あなたの丸い体型は私が通っていた喫茶店のマスターにそっくりですわ。そんな理由なんだ。いいですわ、喉がカラカラですの。急ぎでお願いますわ。わかりましたよ、山田。テレスさんの命令には逆らえなかったらしく、山田くんはしぶしぶ厨房へと入っていった。そして数分後、おお、山田。お待たせしました。あたりに紅茶の匂いを漂わせながら、山田くんはトレーを片手に戻ってきた。待っていましたわよ。ついでに全員分入れてくれればよかったね。入れませんな、常識的に考えて。すごいな、セリフもひどかったぞ今。お前は全然タイプじゃないから断固拒否だ。すべては因果律の流れのままに。ではいただきますわね。口元に笑みを浮かべながらティーカップを手にしたセルスさんだったが、あらと小首をかしげると、突然彼女は手にしていたカップを壁に向かって放り投げ、怖っ。わあ、ちょい、何をなさるか、ウサギさん。私、こういうミルクティーって嫌いなんですわ。
理解しかねますが、そうですね、例えばその辺の普通の喫茶店で紅茶を注文するとしましょう。するとレモンですかミルクですかと聞かれる場合がありますわよね。そこで私はミルクティーと答えます。すると紅茶とともに小さい容器に入れられたミルクが運ばれてきたりするのですが、うん、私はミルクティーを入れる際ミルクを先に入れたい派なのです。その方が圧倒的に辛口がよろしいのです。それに飲む直前にレモンかミルクかミルクを入れるかなんて調味料レベルの選択肢と変わらないじゃないですか。そもそもその程度のメニューの選択肢として認めていいのかも疑問ですわ。ですから私は牛乳で紅茶を煮出すロイヤルミルクティーしか認めていませんの。めんどくせえやつだな。その時の僕らの反応を表現するとしたら、目を白黒させてって以外の表現は見当たらなかったはずだ。せっかく紅茶を作ったってのにそこまでしろと、うん、面倒なのは知っていますわ。ミルクティーとロイヤルミルクティーの両方が置いてある店では紅茶の方が値段が高いですからね。きっと手間がかかるんでしょう。ですが手間をかけないで何がメニューでしょう。いやそもそもメニューも何もぶちぐそげー。こわーいいから早く持ってこいこの豚が。はい、豚がすぐに持ってまいります。山田恐喝は便利ですわね。人格変わったけどくそ一瞬ブレっちまったぜ大和田くん。セルスさんやっぱり最初の印象通り一筋縄じゃいかない人みたいだと僕らがセルスさんの本所に先生恐々としていたところで、食堂のドアが開け放たれ、そしてようやく待ち人は入ってきたのだが、ういしょくん妙な事態になったぞ。え、どうしたん？トグミくんが部屋から出てこないんだ。何度言いたいもしても全く出てこないんだ。イルスじゃなくて？だったらいいのだが、ひょっとして彼の身に何かあったのではないかと。何かその言葉が意味するもの、それ以上は言わなくてもその場の誰もが理解しているようだった。さ、探してみた方がいいかもね。みんなで手分けして言っておくが、僕もそう提案しようと思っていたんだ。何？こんな時に妙な対抗意識を燃やしてんじゃないわよ。じゃあ私はもう一度あいつの部屋に行ってみるね。あのあるまでしつこくインターホンをしてみる。では残った我ら手分けして探すとしよう。実際手遅れになる前にだろ。とにかく急いで戸上くんを探さないと。戸上くんが行きそうな場所、もしかしたらまた学校の2階とかを調べてる可能性も。はあ、というわけで戸上がいなくなったらしいですね。で部屋にもいないみたいな。部屋から出てこないのか。というわけで、なんか2階に行きみたいに言われてるみたいので、次回2階に行って戸上探しに行きましょうか。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。